アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年10月12、13日、場所は金沢市営球技場にて、2024、北陸アメリカンフットボールプライベートリーグの一戦となります。金沢ワイセンベルグ対福井スノースイーパーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始10時キックオフ予定となっております。本日の金沢は非常に快晴となりました。秋晴れの非常に涼やかな風も吹いております。気温も、これまでありました残暑厳しい状況をようやくしのいだ格好になって、アメリカンフットボールにふさわしい天候となりました。この絶好のフットボール日和のこの、金沢市営球技場にて中、北陸アメリカンフットボールの一戦が行われます。北陸社会人という形で、形成されておりますこのアメリカンフットボールリーグは、現在は、日本プライベートリーグJPFF に所属する形になっております。従いましてこの一戦は JPFF が2月に行っております日本一決定戦オーシャンボールにつながっている一戦とも言えます。日本一につながるその同点もう一つの日本一の一戦オーシャンボールに向けてのその戦いにこれから挑みます。両チームの戦いがこれから繰り広げられます。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っていますのが地元にあります金沢に拠点を置いております金沢ワイセンベルグです。北陸社会人のその優として長年、奮闘しておりまして、かつては X リーグにも挑戦する時期がありました。現在は JPFF に参戦しておりまして、そして近年はその、日本一決定戦オーシャンボールにも何度も足を運んでおります強豪チームであります。しかし未だその頂点頂きには至っておりません。今シーズンこそそこに届かんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側バックスタンド側に陣取りますのが福井に拠点を置いております福井スノースイーパーズです。こちらも福井の社会人リーグ唯一の活動チームとしまして、その共闘法として奮闘しております。福井のアメリカンフットボールはなかなか普及難しいという点はやはり北陸学生の共通の悩みといったところではありますが、その中において、その新しい人材を築かんと福井にその根城を置きまして現在の活動し、そしてこのオーシャンボールトーナメントにつながります一戦に挑みます。両チーム現在その試合に先立ちまして最終調整に入っております。本日はその両チームに事前にインタビューを取らせていただきました。簡単な形でありますが両チームのご紹介になりますような形になっているので、ぜひご視聴いただきたいと思いますので、少々お待ちください。自己紹介お願いいたします。はい、行きます。センベルク41番ラインバッカーの黒川です。キャプテンやってます。金沢ワイセンベルクはどういったチームでしょうか？20代30代が非常に多く中心的に活動していて、まあ、中には最年長の50歳もいるようなバラエティーとなチームで、まあ、非常に和やかな雰囲気というか、練習はやらせてもらってるんですけど、試合になったらやるときはやるっていう、そこはビッと決めて、で今年は去年届かなかった日本一目指して頑張ります。今日の試合に関しての抱負をお願いいたします。初戦ということなので、皆さん緊張されてるところもあるんですけども、やっぱり大事な初戦なんで、ワイセンらしく、生き生きとしたプレーで勝って怪我なく、で次戦にもつなげれるような試合にしたいです。期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。自
己紹介をお願いいたします。はい、福井スノースリーパーズ、5番、DL と OL がやってます大和です。よろしくお願いします。福井スノースリーパーズ、どういったチームでしょうか。はい、老若男女問わずパッションにあふれた、パッション、根性、すべてを兼ね備えられた、根性のチームです。よろしくお願いします。今日の試合に関しての抱負をお願いいたします。はい、福井に眠る恐竜のパワー、恐竜の頭脳を見せれるような、すごいチームでそれを見せます。よろしくお願いします。頑張ってください。期待します。コメント。両チームの代表選手たちに試合に関する抱負、チームの紹介、そしてこの試合にかける意気込みをお聞かせいただきました。まさに日本一につながるその一戦に意気込んでいる、その、意気揚々とした雰囲気が伝われば幸いに思います。先ほどもご紹介しました通り、金沢ワイセンベルグ、昨シーズンも、オーシャンボールトーナメント出場を果たす形に至っております。実を言いますと、この JPFF においてこの、北陸社会人および、長野、東海を含めました中日本という形でブロックされていますチームは近年常にオーシャンボール出場を果たしております。関西勢をある意味圧倒する存在になっているという点においても非常に特徴的でもあります。それはいわゆる社会人としての、いわゆる X リーグのチームが、非常に少ないといった点もあるかもしれませんが、逆に言いましたらそういった活動に、勤しむことができない方々にとっては唯一と言っていいほど貴重な場になっていますのがこの中日本社会人リーグです。このブロックをそこに集まりました人材がある意味東西逆転のその一つの大きな起点になっているというふうな現在傾向にある点においきましても、この一戦非常に注目に値します。さあ、その開幕戦という形にこの試合はなりました。果たしてこの試合を制しまして、その先に続きますオーシャンボールへのその駒を進めるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。その試合に先立ちまして、まず関係者の方々に御礼申し上げます。本日の一戦は北陸社会人リーグ、そして、この後に続きます北陸学生アメリカンフットボール協会、こちらの両団体から許可を得ましてこの試合実現配信が実現いたしました。アメリカンフットボールに勤しむ学生そして社会人たちのその熱意をできるだけ多くの方々に伝えんという形で、このような私のような若輩者にその機会をいただけましたこと大変感謝申し上げます。できる限りその期待に応えられるよう全力を尽くしてこの試合を配信させていただきたいと思います。さあ、審判団がフィールドに進み出まして、両チームサイドラインに並びました。まもなく試合開始前のコイントスのセレモニーが行われます。審判団に招かれまして両チーム首脳陣進み出てまいりました。これよりコイントスとなります。令和6年10月13日、場所は金沢市営球技場にて2024北陸社会人アメリカンフットボールリーグ JPFF トーナメントにつながりますその一戦、金沢ワイセンベルグ対福井スノースイーパーズの一戦がまもなく行われます。試合開始10時キックオフの予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが本日はホームチームとしてカラーをまとっておりますエンジニアのユニフォームです。
金沢ワイセンベルグです。その奥に構えますのがアウェイという形で進み出ました。ホワイトのカラーまといました福井スノースイーパーズです。金沢ワイセンベルグキックオフ、福井スノースイーパーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形式で行います。両チームサイドラインで激を飛ばし、これより試合開始となります。まずは金沢ワイセンベルグのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフキッカーは19番の大館が務めます。対しましてスノースイーパーズ3番の選手が構えている模様です。もう一人の番号はちょっと確認が難しいところではありますが、2人陣構えしました。ちなみに3番は風折れです。最初のキックオフは手前にいるブロッカー選手に蹴り出す形になりました。結果的に陣地としては若干優位な位置で福井スノースイーパーズ攻撃権を得る形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはスノースイーパーズ自陣40ヤードからの攻撃、スノースイーパーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央のランプレーを実施いたしました。まずは最初に後方に構えていたランニングバックにボールを持たせまして中央突破を図らせます。オフェンスラインとともに進みまして約2ヤードの前進を図る形になりました。まず最初のランを託されましたがランニングバックの25番の平井でした。さあこれにより残り更新必要距離は8ヤードに変わりまして2回目の攻撃セカンドダウンに変わります。福井スノースイーパーズ自陣42ヤードからセカンドダウン8、攻撃権更新距離8ヤード。不成功。今度はオフェンス、プレー開始地点から後方より一度だけ出てきますマイパスを敢行しました。一気に相手の裏を掴むという形でしたが、これは金沢食い止めましてパス不成功となっています。マイパスは失敗しますとボールは元の位置に戻され攻撃権を一つ失います。従いまして 福井はサードダウン3回目の攻撃に変わります。
さあ残り距離8ヤード、この1回で突破なるでしょうか。福井スノースイーパーズサーダウン8。さあ今度はランプレーいきました。ランニングバックにすれ違いざまに、トスをしまして左オープンへのランプレー。キャリア15番そのスピードで一気にまくりまして攻撃権突破更新を図りましたが、しかしこれは金沢食い止めましてフォースダウン最後の攻撃権に変わります。キャリアは福井スノースイーパーズ15番の押川でした。福井最後の攻撃権フォースダウン5。フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかし攻撃権を失います。このパント絶妙の滞空時間とバウンドを跳ねまして一気に奥深くにボールを押し込む形に成功しました。金沢自陣13ヤード地点でこの位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、今度は金沢ワイセンベルグの攻撃に変わります。福井の最初の攻撃シーズは結果的にフォースダウンパントという形で攻撃放棄になりました。しかしパントにより陣地を大きく押し返す形に成功しています。さあ金沢自陣14ヤードの位置になりますがこの位置からの攻撃になります。金沢ワイセンベルグファーストダウン10、1回の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。さあまずはプレーから入りました。こちらもランからまず状況展開を図ります。キャリアにハンドオフしまして中央突破、そして左オープンへの展開を図りましたが、しかしこれも福井、2ヤードほどのロスにとどめております。さあ金沢も最初ランプレーから入りました。金沢セカンドダウン8。これは福井ナイスディフェンス。今度は外に展開したレシーバーにパスを通し、そこからキャッチアンドラン取ってから走らせる選択をしようとしました。しかしこれを福井ディフェンス陣が素晴らしい対応しましてゲインを2ヤード程度にとどめております。金沢こちらもサードダウンの状況に変わります。金沢ワイセンベルグサードダウン6、攻撃権更新必要距離は6ヤード。金沢非常にタイトなフォーメーションを現在使用しております。不成功。ここで金沢は87番にパスを投じましてこの攻撃権更新を図りましたが、ディフェンスのプレッシャーてかパスをキャッチミス、結果的にパス失敗でフォースダウンに変わります。このあたり福井もディフェンス陣奮闘を見せております。金沢ワイセンベルグフォースダウン6ですがパントフォーメーションを取ります。このパントはプレッシャーあってか自陣を脱することができず、金沢陣40ヤードを超えたところで外へ出ました。この位置で攻守交代となりましてテイクオーバー、今度は福井の攻撃に変わります。福井結果的に相手陣に入ったところからの攻撃権を得ました。アメリカンフットボールは得点を奪い合う点取り合戦です。しかしその点を取るためにはその開始地点、そして攻撃の展開できる位置は非常に重要な要素になってまいります。この陣地の優位不利というものはそのチームの現在の状況のバロメーターとしてご覧いただけるとアメリカンフットボール分かりやすくなります。さあその結果福井は相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。相手陣からの攻撃、福井スノースイーパーズファーストダウン10。
さあ密集点いきました。フルバックのダイブプレー、ブロッカータイプの選手にボールを持たせ中央密集点突破を図りました。キャリア97番、オフェンスラインともども中央なだれ込みまして約3ヤードゲインを獲得しています。福井スノースイーパーズ97番は津田。津田は福井大学シルバーフェニックスの選手です。福井大学は今シーズン人数不足のため北陸学生リーグに参戦することを叶いませんでした。甲子園ボールに出場することができませんで、への挑戦を目指すことはできませんでしたが、このオーシャンボールトーナメントで日本一目指します。福井セカンダンセブン、パス成功。今度は右に展開していたレシーバーにパスを投じました。やや若干短いパスでしたが、これをレシーバー飛びつきまして見事キャッチし、約6ヤードのゲインに変えております。攻撃健康シニア、しかしわずかに届いておりません。サードダウンに変わります。さあこの1ヤードどのようにして突破するでしょう。金沢どのようにして食い止めるでしょう。福井スノースイーパーズサードダウン残り1ヤード。中央行った、攻撃権更新、ファースター。ここで福井はオプションプレーをチョイスしました。オプションはクォーターバックが持つか、ランニングバックに託すかの選択プレー。ここはクォーターバック自らキープを判断しました。クォーターバック8番、これが判断よく攻撃権更新です。福井スノースイーパーズファースター。見事攻撃権更新果たしましたのはクォーターバック8番の坪井です。さあ攻撃権更新になり、相手陣31ヤードから福井スノースイーパーズファーストダウンテン。さあこのランも出ました。しかしここでイエローフラッグ、反則が投じられております。審判団からフィールド上に黄色いウエス落とされますと、これは反則発生を意味します。さあ果たして その反則どちらのチームにあったでしょうか。まもなくその反則の内容をコールされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。いわゆるフライングです。5ヤードのバッタリとなります。従いまして先ほどのプレーは無効という形になり、しかしオフェンス5ヤード前進しファーストダウンやり直しとなります。従いまして福井ファーストダウン5で試合再開です。さあこれでどのように次のプレー展開するでしょう。福井ファーストダウン5、さあ中央へランプレーを投入しました。ランニングバックを中央に一点集中させるブラストプレーで中央突破を図ります。相手ディフェンス粉砕戦と一気にオフェンスラインともどもなだれ込み、約3ヤードから4ヤードゲインとしています。さあ現在福井が非常に勢いに乗っている感がある、そのような攻守の展開になっております。福井はこのまま一気にエンドゾーンを目指せるでしょうか。福井スノースイーパーズセカンダー残り1ヤード。さあ未終点いた、ここでフルバックのダイブプレー、攻撃権更新ファースター。最も早く確実なダイブプレーでこの距離を詰めまして見事攻撃権更新になっております。そのラン大役果たしましたのは福井スノースイーパーズ、いや福井大学シルバーフェニックスの97番津田です。
さあこれで相手陣20ヤードに攻め上がりまして、福井スノースイーパーズファーストアウト。ディフェンス。クォーターバックアチマン、プレイアクション、ランプレーをフェイクにし、右に展開しパスを投じようとしましたが、ディフェンスここで強烈にプレッシャーをかけまして、そのパスを投じさせることなく外へ押し出すことに成功しました。結果的に出た地点でプレー終了となるため3ヤードロスに変わっております。この後はこの辺りは金沢さすがのディフェンスを見せ始めました。さあ福井これを押し切りましてエンドゾーンを捉えることができるでしょうか。福井スノースイーパーズセカンドダウン13。パス不成功。ここでロングパスを投じました。一気に相手の裏を掴んと左奥走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしわずかに届かず、パス不成功でサードダウンに変わります。さあチャンスですが福井、しかしサードダウン13の状況、果たしてどのようにしてこの攻撃継続を図るでしょうか。選択肢はドロープレー、パスに見せかけたランプレー。この距離をパスと見計らいその裏を掴んという選択でしたが、しかしこれは金沢許しません。さらにロスを奪いましてフォースダウンに変えます。さあ福井フォースダウンロングに変わりましたが、ここでどのように攻撃の選択をするでしょうか。フォーメーションを変える模様です。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス47ヤードの状況のフィールドゴール、さあ果たしてこれは決まるでしょうか。しかしこのキックはショート、フィールドゴール失敗となりました。結果的に無得点という形で4回目の攻撃終了となり、テイクオーバー攻守変わりまして金沢の攻撃に変わります。福井なんとかこのチャンス生かさんというところでしたが、しかしここは金沢を食い止めました。フィールドゴール失敗に終えさせ攻撃権を取り返す形になりまして金沢の攻撃に変わります。道健さんのメッセージありがとうございます。ナイスパントでしたね、というのは先ほど福井が相手陣に押し込みかましたパントのことを支えていると思います。見事なパントでした。これにより現在福井は非常に有利な状況になっております。とはいえ強敵の金沢です。この位置から反撃入ります。自陣30ヤードからの金沢ファーストアウト。さあここでランプレーいきました。クォーターバック8番ハンドオフへから右オープンに展開、相手の裏をつくようにしてオープンに展開し約8ヤードのゲインを果たしています。ここでまず最初のダウンで前進しましたのはクォーターバック8番の江畑です。金沢ワイセンベルグセカンドダウン、セカンドダウン3です。セカンドダウン3で次の攻撃展開します。さあ中央ランプレー、しかしこれは福井ナイスディフェンス。
ここで中央に選手固めてキャリア23番に中央突破図らせようとしましたが、トリオ75番5番が仕留めまして、このランをノーゲインサードに変えます。素晴らしい対応したのは福井スノースイーパーズ5番の大和、先ほどもインタビュー答えていただいた選手です。そして75番の渡辺が立ちはだかりました。チームキャプテンです。金沢サーダウン4、さあ3密集点いった、しかしこれは福井と踏みとどまります。攻撃権更新なりません。フォースダウンに変えます。これは面白い対戦になっています。オーシャンボール常連になりつつある金沢を現在福井が真っ向勝負で現在五分の戦いに持ち込んでいます。金沢フォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。このパントは低い弾道になりまして、福井スノースイーパーズ陣35ヤード付近でボールデッドとし、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、福井スノースイーパーズに変わります。現在 YouTube でこの試合をご覧いただいている方々にお願いございます。チャット欄の方にどうぞ忌憚なくメッセージを入れていただければ嬉しく思います。両チームへの応援メッセージ、そして励みになるメッセージを期待しています。多くの方々にこのチャット欄メッセージ埋めていただきますと、 YouTube 多くの方々にこの試合を配信するようにプログラムが組まれていると聞いております。できる限り多くの方々にアメリカンフットボールをご覧いただく機会を皆様のご協力お願いしたいと思います。さあまずパスから入りました。クォーターバック1番、一旦はそのレシーバーへのパス、ターゲットは見失いましたが、しかし右に展開しまして、このパスを通しまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えております。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、金沢ワイセンベルグ0点、福井スノースイーパーズ0点、両者無得点のままこれより攻守方向を変えまして第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1第2クォーターを前半、第3第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序章となりました第1クォーターは、福井スノースイーパーズ非常に前線している格好にも見える五分の戦いで両者無得点となっております。均衡状態となっているこの試合の立ち上がりですが、さあこれを突破することになるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。攻守の方向変わりまして風向き、そしてその火の向きが変わります。この状況の転換がその一つのきっかけになるかもしれません。これよりその第2クォーターに移ります。これより第2クォーターに移ります。福井スノースイーパーズ、
自陣34ヤードからの36ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック8番ランフェイクから左に流れまして、左に展開したレシーバーにパスを投じようとしましたが、しかしこれは金沢見事にカバーしており、パス不成功に変え、サードダウンに変えます。中央からのラッシュ、そして外へ展開するレシーバーへのカバー、この辺りはアメリカンフットボールを熟知した金沢ワイセンベルグの素晴らしいディフェンスが光っております。さあスノースイーパーズ、これを突破できるでしょうか。金沢ワイセンベルグ、失礼しました、スノースイーパーズ、サーダン8。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。ディレイオブザゲーム、遅延行為の反則です。アメリカンフットボールオフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないとディレイオブザゲーム、ペナルティとなりまして5ヤード抜退となります。従いまして福井スノースイーパーズ、5ヤード下がりサーダウン、やり直しとなります。福井スノースイーパーズ、サーダウン13で試合再開です。ここでスクリーンパスを展開しました。スクリーンパスは奥に投げると見せかけ、手前にいるレシーバーにパスを投じ、そこにブロッカーをつけて走らせるデザインプレーです。これによりキャッチアンドランはからんというところでしたが、しかしこれは金沢見事に食い止め、フォースダウンに変えます。福井結果的にフォースダウン5に変わりましたので、パントフォーメーションを選びました。ここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームはプレー開始前は特定の選手以外1秒間静止していなければいけません。先ほどディフェンスの動きにつられましてフライングする形になりました。5ヤード抜退しフォースダウンやり直しとなります。福井スノースイーパーズ、フォースダウン点の状況をパントフォーメーションで切り抜けようとします。これもナイスパント。プレッシャーある中、絶妙の滞空時間のパントを蹴り出しまして、金沢の30ヤード付近でボールを外に出す形に成功しました。この位置で攻守交代、テイクオーバーによりまして、金沢ワイセンベルグに攻撃権移ります。福井、このパントも非常に優れているという感を見せられる、このような前半戦になっています。パントは攻撃放棄でありますが、しかしそのパントの成否によりまして、大きく陣地が動きます。この陣地は得失点にそのままリスクとして直結する形になるので、この点もぜひご注目いただきたいと思います。さあ金沢自陣31ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。
さあまずランプリッター、何枠2番ハンドルフを託されまして中央突破展開し、そこから左にバーンダート、この判断よく約6ヤードのゲインに変えております。まず巧みなランを展開しましたのは何枠2番のタダでした。これが一つのきっかけになるでしょうか。6ヤード前進しセカンドダウンに変わります。カーザーワイセンベルグセカンドダウン4、ボールオンは自陣39ヤード。クォーターバックは1番ランをフェイクにしたプレイアクションから中央切り込んだレシーバーにパス、87番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。カザーワイセンベルグファーサー、見事なパスを投じましたのはクォーターバック8番のエバタ、それを取りましたのは87番のアリサワでした。さあ相手陣入りまして、カザーワイセンベルグ相手陣45ヤードからのファーストダウン10、不成功、アンキャッチャブル。クォーターバック1番今度は左に展開していく9番にパスを投じましたが9番キャッチできませんでした。パス不成功でセカンドダウンに変わります。さあしかし相手陣45ヤードの位置は変わりません。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10、今度はクォーターバックのランプレー、ハンドオフをオプションにしましてクォーターバックキープを判断しました。この判断よく約8ヤードのゲインに変えております。見事なランを展開したのはクォーターバック8番のエバタでした。エバタここは自らの走力を生かしましてランパスともに攻撃の起点をスクランとしております。失礼しました、ゲイン、7ヤードに訂正します。カーザーワイセンベルグサードダウン3、ナイスラン、ファーストここでカーザーランニーバックにボールを託しました。ランニーバックキャリア2番ハンドオフを受けて左オープンに展開しまして見事攻撃権更新になっております。カーザーワイセンベルグファーサー、今度は攻撃権更新を2番のタダが果たしました。さあリズムに乗ってきましたカーザーワイセンベルグ、相手陣31ヤードからのファーストダウンテイ、今度はパスプレーで右に展開します。クォーターバック8番右に展開していく9番にパスを通し9番そこからキャッチアンドラン、相手タックルをかわしながら約5ヤードから6ヤードのゲインに変えております。パスをキャッチしましたのは金沢ワイセンベルグ9番の秋田でした。金沢ワイセンベルグセカンドダウン5に訂正します。成功ファースト、クォーターバック8番プレイアクションから右に展開していく87番にパス、87番ディフェンス振り切りノーマークでこれをキャッチし見事攻撃権更新になっております。カーザーワイセンベルグファースト、今度は87番の有沢がその攻撃権更新果たしました。さあ相手陣12ヤードに迫りましてのカーザーワイセンベルグファースト、
行きました。ランニワック2番ハンドオフから左オープンに展開、そこから縦に切り上がり一気にエンドゾーン狙わんというランプレーを見せましたが、約6ヤードのゲインを果たしております。ここはまず最初の一手はランニワック2番の多田にそのボールを託しました。ハザーワイセンベルグセカンダウン4、これは福井ナイスです。ここでランプレー重ねました。ハザーワイセンベルグ、しかしそこに福井71番が押しかかり1ヤードロスに変えております。素晴らしいディフェンスを披露しましたが、福井スノースイーパーズ71番の服部です。さあゴール前の攻防、果たしてこの状況を突破するのはどちらでしょうか。金沢ワイセンベルグサーランファイ、さあ選手を中央固めた、タッチダウン、クォーターバック8番ここでパスプレーに行きました。レシーバーを散らせ奥に走り込んだ87番にパス、ディフェンスの上を抜きまして見事このパスを87番キャッチ、タッチダウン。金沢ワイセンベルグタッチダウンパスで6点先制となっております。そしてタッチダウン後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック19番見事決めまして1点追加、金沢ワイセンベルグ7点、スノースイーパーズ0点。まず金沢がタッチダウンで先制する形に成功いたしました。中央に選手固めまして一見ランに見せかけたその裏をつく鮮やかなデザインされたプレーでした。見事そのプレー決めましたのはクォーターバック8番の江端、そしてキャッチしました87番の有沢でした。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りになります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレスキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点のセーフティーの2点です。アメリカンフットボールはこの結果得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りに分かれます。この足し算によりまして引き分けが起こりにくい決着方式になっています。そしてラグビーと違いアメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。キックオフするのは金沢大ワイセンベルグ19番の選手です。このキックはエンドゾーンの奥を越えましてタッチバックとなります。キックオフがタッチバックとなった場合は相手チームに攻撃権変わり、相手チーム自陣30失礼しました25ヤードからの攻撃に変わります。しかしリターン避ける素晴らしいキックを蹴りましたのは金沢ワイセンベルグ19番の大館でした。さあ先制点奪われた福井ですが、この攻撃シリーズを生かし反撃をのし上げんという形でここから攻撃に転じます。福井スノースイーパーズ自陣25ヤードからファーストダウンテ、さあまずランプレーから入りました。ランニバックにハンドオフしまして左オフタックルをつきます。キャリア15番スピンしながら前進図りまして約1ヤードから2ヤードのゲインを獲得しています。キャリアは15番の押川です。福井スノースイーパーズセカンダウン8、
さあ今度はショットガンフォーメーションからさらにランを重ねました。裏をつくように密集点突破を図る形で前進を展開しようとしています。結果的に約5ヤードほどゲインとなっています。福井ランプレーによって状況をその流れを作り変えんという形で現在攻撃を展開しておりますが、サーダウン、さあここでどのようなプレーを持ってくるでしょうか。ここでホイッスル、チームタイムアウト、福井前半1回目、福井ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは福井、ここで状況を見つめ直すためにここで作戦タイムを1つ入れました。 YouTube でこの試合をご覧いただいた方はチーム名の下側に黄色いバーがあると思います。このバーの本数が現在そのチームが所有していますタイムアウトの本数というか、回数という形でご理解いただければ幸いです。さあここでどのような策を講じたでしょうか。福井スノースイーパーズサーダン3、ここでランプレーによりこの3ヤード突破を福井を図りました。しかしそれを見計らってか金沢99番が猛チャージ、このランを阻止しましてフォースダウンに変えます。見事タックルしましたのは金沢ワイセンベルグ99番の村田でした。福井スノースイーパーズフォースダウン5、状況を鑑みパントフォーメーションを取ります。このパントはまず、金沢人の45ヤード付近でボールが当たり、味方選手当たりましたのでこの時点でプレー終了という形になります。攻撃権変わりまして金沢ワイセンベルグに攻撃権変わります。パントチームはそのパントを最初に触れてはいけません。ボールが開始点を超えた段階で攻撃放棄になりますので自分たちがボールを所有することができない形になります。従いましてこの最初に触れた時点でプレーが終了する形になっています。終了地点は若干変わりましたがワイセンベルグの自陣35ヤード地点で止まった格好でこの位置で攻守交代になっています。さあ金沢ワイセンベルグ自陣35ヤードからの攻撃ファーストダウン10、さあクォーターバックのランプレー、ここはまずクォーターバックが自らランしまして中央前進し約5ヤードの原因となっています。ここで2ミニッツウォーニングが入ります。今シーズンより日本国内のアメリカンフットボールその準拠しております米国アメリカンフットボールの体育ルールであるNCAA ルールに大きく変更がありまして従来はプロでしか採用されませんでした前後半残り2分の段階でのレフェリータイムアウト2ミニッツウォーニングが採用されています。アメリカンフットボールは先ほどから申し上げます通り得点を奪い合う競技ですが同時に時間を競う競技ではあります。この残り2分間ここでどのように時間を駆使しまして攻撃を展開するか守備をするかその時間をかけた攻防も含めてこれからの戦いご注目ください。
さあ残り2分間どのようにして時間を使うか、そして消費するかが問われるこの2分間の攻防が始まります。金沢ワイセンベルグセカンドダウン5で試合再開。同時にこれは国内の選手は未体験のゾーンでもあります。ナイスラン、ファースター。ここで金沢まずクォーターバック8番、鮮やかなハンドオフェイから左にブースレック、ブロッカーをつけずに完全にそのむき出しの状態のネイキッドの状態から左オープン、見事に駆け上がりまして攻撃権更新になっております。金沢ワイセンベルグファースター、鮮やかなプレイアクションを決めましたのは金沢ワイセンベルグクォーターバック8番の江端です。そして外出たのでここで一旦時計は止まっております。アメリカンフットボール、ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。しかし外で出た場合、あるいは前パスを失敗した場合は時計が止まります。このあたりもぜひご注目ください。ハザーワイセンベルグハーフウェイからファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック8番、ここからハンドフェイクで左に大きくロールアウト、そこから奥に走り込んだ19番にロングパスを投じましたが、しかしパスがオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。しかし前パス失敗でその時計は一旦止まっております。前半残り時間1分39秒。カザーワイセンベルグセカンドダウン10、ボールオンハーフウェイ、ナイスラン、ファースター。今度はランプレーを展開しました。中央へのランプレーで一気に攻撃権更新になっております。チェーンがセットされますとこのプレーは再び時計回り始めます。しかし見事一発で攻撃権更新を果たしました金沢ワイセンベルグ、キャリアは23番の佐藤でした。金沢ワイセンベルグファーストダウン10、さあ再びランプ、今度は左オープンを展開図りました。ここでホイッスル、チームタイムアウト、金沢ワイセンベルグ前半1回目。ここで金沢は前半1回目のタイムアウトを通りました。先ほどのランプレーは攻撃権更新になりませんでした。従いましてそのままですと時計は回り続けます。ここは時間を確保せんと金沢はここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。このあたりのタイムアウトの使い方も重要になってまいります。先ほどの第1クォーターは時間がなくなりましても攻守の向きが変わるだけでした。つまり状況が継続する格好になります。しかしこの第2クォーターが時間なくなりますとこの時点で現在の状況、そしてタイムアウトの残数は全てリセットになります。従いましてこの状況で得点を得るためには残り時間56秒の時間を使うことが重要になります。さあここで得点に上げることになるでしょうか、あるいは福井これをしのぐでしょうか。さあしかしこれは福井が止めた。金沢ランプレーで突破を図りましたが、しかしこれは福井ディフェンス踏ん張りました。ノーゲイン、サードダウンに変わります。ここでホイッスル、チームタイムアウト、金沢ワイセンベルグ前半2回目。金沢前半2回目のタイムアウトを行使します。この1ヤードはなんとかこれで取っておきたかったところですが、福井踏ん張りました。これによりましてタイムアウト、金沢やむなくもう1回消費しました。さあこの攻防非常に面白い状況ですが、
突破になりまして得点になるでしょうか、あるいはこれを逆にしのぎまして福井がチャンスとするでしょうか。金沢ワイセンベルグ、サーランのクリチュアル、一周点判定、攻撃権更新、ファースター失礼しました、判定を待ちます、判定を待ちます、わずかに届いておりません、フォースダウンに変わります。ここは福井踏ん張ります。さあここは金沢フォースダウン残り1ヤードの状況ですが、現在時計がそのまま経過していっている状況ではあります。チームタイムアウト、金沢ワイゼンベルク、前半3回目、金沢前半残り1秒の段階でタイムアウトを取りました。この1回のプレーで前半終了という形に持ち込むためにあえて時間を消費しました。あのまま続けざまにプレーをしますと残り時間がわずかですが残った状態で福井に攻撃権が移る格好になります。これを避けるため全ての攻撃権でその時間を消費するため時間をあえて使い切りました。さあその残り1回で金沢フィードゴールトライ、キックによる3点狙います。キックレングス41ヤードのフィールドゴール、さあこのキック決まるでしょうか。19番この41ヤードのフィードゴール見事決めまして3点追加し、金沢ワイセンベルグ10点、福井スノースイーパーズ0点という形でこの時点で前半終了となりました。前半終了、前半終了、前半終了となりまして金沢ワイセンベルグ10点、福井スノースイーパーズ0点で前半戦終了となっております。しかし非常に面白い攻防戦となっております。福井スノースイーパーズ非常に奮闘しておりまして互角の状況に持ち込んでおりますが、しかし勘どころで金沢が得点を挙げまして現在金沢は10点リードしている格好になっております。これより両チーム作戦タイムを兼ねましたハーフタイムに入ります。前半戦の洗い出し、そして後半戦の展望を開かんと現在ここから策を講じるわけですが、果たしてそれによりまして後半どのように展開変わるでしょうか。このハーフタイムのインターバルをこの配信の幕開の間とさせていただきます。後半開始近くなりましたら再び、こちらの方の配信の実況を続けさせていただきます。さあ審判団フィールドに戻りまして、これより後半戦再開の準備に入っております。両チーム作戦タイム解けましてその最終確認に、現在余念がないところに至っております。前半を終えまして福井スノースイーパーズ対金沢ワイセンベルグの一戦、現在金沢がワンタッチダウンワンフィールドゴール上げまして10点のリードを上げている形になっております。試合の主導権握りつつあるという状況ですが、しかし福井も気概を劣らず現在奮闘しております。後半戦の状況によりましてはこの展開がまだ決してないという非常に面白い状況になっています。さあそれを策を講じたこのハーフタイムでどちらがその答えを見出すことになったなるでしょうか。まもなく後半戦再開となります。
両チームフィールドに入りまして、これより後半戦再開となります。後半戦は福井スノースイーパーズのキックオフで試合再開という格好になります。キックオフをしますのは1番の飯田のようです。失礼しました、3番のようですね。3番の風折が、キックオフをいたします。対しまして金沢ワイセンベルグは2番そして23番が配置しているようです。2番は多田、23番は佐藤です。さあ手前にいるブロッカー選手にそのキャッチを委ねました。中央を果敢に攻め上がりまして24番自陣40ヤード付近を確保しております。この位置から金沢の攻撃となります。リターンしましたのは金沢ワイセンベルグ24番の川野でした。金沢ワイセンベルグ自陣40ヤードからのファーストダウン10。不成功。しかしここでイエローフラグ反則が発生しております。まず最初のプレーはパスから入りましたがここで反則がありました。これはどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスにラフィングザパサーの反則がありました。パスを投げ終えた選手へのヒットです。この反則は非常に危険な行為という形で扱われます。パスを投げ終えた選手、ボールを蹴る選手は不安定な体勢なためです。これによるペナルティは15ヤード。従いましてこの攻撃によるこれで15ヤード前進する格好になりまして、オートマチックファーストダウン、自動的にファーストダウンリセットという形になります。結果的に金沢は相手陣に入った位置からファーストダウンになります。金沢ワイセンベルグ相手陣45ヤードからファーストダウン10。金沢パスプレーを継続しようとしましたがそのパスを福井のディフェンスバックへインターセプト。パスをダッシュしまして攻撃権を奪い取る形で成功しました。さらにインターンし相手陣20ヤードからの攻撃を得まして福井スノースイーパーズファーストダウン獲得です。ターンオーバー。大きなプレーが出ました。
金沢のパスプレーに行ったところすかさずディフェンス一気に上がりまして、このパスをダッシュインターセプト、37番でしょうか、素晴らしいインターセプトを決めまして、相手陣20ヤードの絶好の位置を確保しております。見事これを決めましたのはスノースイーパーズ37番飛田です。さあここから攻撃にいかんという福井ですが、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。交代間オフェンス5ヤードのペナルティーダウンを繰り返します。オフェンスにここで交代違反の反則がありました。フィールドの中12人おりました。アメリカンフットボールはその人数に制限は本来ありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。これは交代の状況も含めましてその人数に制限があります。この結果12人でフィールドにいた状況が発生しましたので交代違反となり5ヤードバッターになっています。下がりますが、しかし福井相手陣25ヤードからの絶好の位置の攻撃、ファーストダウン15で試合再開です。不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。クォーターバックプレッシャーを感じながらパスを投げましたが、しかしコントロール定まらず、しかしここでイエローフラッグが発生しています。今度は金沢にラフィングザパサーの反則がありました。クォーターバックをパスを投じる前に一面とプレッシャーかけましたが、結果的にパスを投げ終えた後にヒットしました。これによりましてラフィングザパサーの反則を取られまして、大きく後退する形になります。本来は15ヤードですが、攻撃 残り距離25ヤードのため、その半分ハーフディスタンスの反則となり 12.5 ヤードの罰則になります。しかし罰則を受けまして自動的にオートマチックファーストダウン更新という形になります。福井これによりまして相手陣12ヤードの位置からの攻撃になります。非常に有利な位置になりました。攻撃権は当然リセットされファーストダウンからの行使です。福井スノースイーパーズファーストダウンテン、まずクォーターバックランプレイター、しかしここでイエローフラッグが投じられています。まずパスをフェイクし自らのランで右オープン展開を図りましたが、ここでイエローフラッグが投じられています。さあ果たしてこの反則はどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、背後からのブロックです。ボールを持っているチームはボールを持っていない相手の選手を背後からヒットしてはいけません。非常に危険な行為として見なされます。ペナルティー10ヤード下がりましてファーストダウンやり直しに変わります。福井スノースイーパーズファーストダウン20で試合再開になります。ボールオンはしかし相手陣22ヤードの絶好の位置にあります。
スグサイコ。ここでクォーターバック奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかしこれは金沢2番が見事にパスカバー、あわやインターセプトというところでしたが、しかしこれはパス不成功に終わっております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。福井スノースイーパーズセカンドダウン20、中央ランプレー。しかしこれは金沢ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しました。中央突破により状況打開図らんというところでしたが、しかしこれは金沢踏ん張ります。ランプレーによるゲインなくサードに変えます。フロント陣踏ん張りました。ワンハンドタックルという形で食い止めています。おそらく番号未確認ですが70番の宮田だったと思われます。福井スノースイーパーズサーダウン20。さあここでの攻防どのような展開になるでしょう。パス不成功。パスプレーを中央にねじ込み、そこからキャッチアンドランを図らんという選択でしたが、しかしここは金沢見事にパスカバーしまして、このパスを防ぎフォースダウンに変えます。スノースイーパーズフォースダウン20の状況、1回で更新するには厳しい状況ですが、さあどのようなプレーを行使するか。フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブルに入ります。状況的に一気にタッチダウンを狙うワンプレーになります。さあ決まるでしょうか。ここでホイッスル。チームタイムアウト。福井スノースイーパー後半1回目。ここで福井後半1回目のタイムアウトを使いました。相手陣21ヤードの状況に、22ヤードの状況、21ヤードですね、その状況にあります。本来ならば絶好の位置ですが、1回でこれを行使しなければいけないフォースダウンギャンブルの状況です。さあフィードゴールでなくタッチダウンを狙うフォーメーションを組みました。文字通りギャンブルに入ります。フォースダウンギャンブル。パスは通っている。さあこれはどの位置で止まったか。非常に微妙な位置です。攻撃権更新至りませんでした。非常に微妙な状況でした。しかしわずかに届いていません。結果的に4回目の攻撃失敗という格好になりまして、攻守交代、攻撃権変わりまして金沢に攻撃権移ります。あと1ヤードといったところでしょう。これを超えていれば攻撃継続となり、一気にタッチダウンを狙うチャンスになりました。しかし届かず、この1ヤードの攻防をしのぎまして金沢攻撃権を奪還しています。いい
さあしのぎました金沢ですが、しかし自陣3ヤードの力の攻撃です。非常にリスキー。福井まだチャンスあるか。金沢ファーストアンテン、さあランプレイター、まずランニングバックにハンドオフしまして23番左オープンに展開し、約5ヤードのゲインに変えています。ここでホイッスル。現在接種のヘルメットが取れまして、その選手、このワンプレーは一旦アウトする形になります。果敢なランを展開したのは23番の佐藤でした。ここでランプレーを今度はキャリア2番に託しました。2番はハンドオフから右オープンに展開、一気にディフェンスをまくりました独走。外へと押し出されましたが、約20ヤードから30ヤードのビッグエインになりまして攻撃権更新です。まずはワイセンベルグファースター、ここを突破しましたのはランニングバックのタダでした。この結果金沢は自陣44ヤードからの攻撃に入ります。金沢ワイセンベルグファーストアンテ、パス不成功。クォーターバッカちゃん、ここでプレイアクションパス、中央切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは通らず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10、さあ密集点をつきます。オフェンスラインともども中央にランニングバックなだれ込みまして、約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。ここでコーナー織り交ぜ、今度はパワープレーに入りました。しかし福井もここは踏ん張っております。金沢ワイセンベルグサーダン6、パスプレーに入ろうとしました。クォーターバック8番下がりました。その一瞬の隙を一気に福井15番が吸収、キュービーサックパスを投じる前に止め、フォースダウンに変えます。見事キュービーサック果たしましたのは福井スノースイーパーズ15番の押川でした。さあこれより金沢はフォースダウン16でパントフォーメーションに変わります。このパントは福井陣30ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして福井スノースイーパーズに変わります。さあ見事な QB サックで攻撃を奪い返す形に成功した福井スノースイーパーズ、
自陣30ヤードからの攻撃に入ります。福井スノースイーパーズファーストアンテン、パスは成功しています。まず外にいるレシーバーにパスを通しまして、一旦相手を振る形にして成功しました。ターゲット19番、しかしその時に膝をつきまして結果的にノーゲインという形になっております。パスを通しましたのは19番のためでした。福井スノースイーパーズセカンドダウンテン、プレーが乱れる形になりました。ランフェイクでオプションを展開しようとしましたが、オフェンスラインマンとのタイミングが合わず、結果的にはランニングバック5番にシャベルパス、下からの前パスを投じ、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、しかしこれはゲインにならず大きくロスに変わっています。サードダウンに変わります。本来はオプションプレー、後方へのピッチを展開しようというところでしたが、しかしタイミングが崩れたため前パスとなりました。福井スノースイーパーズサードダウン15、ここでカウンタープレーを展開しました。一旦逆方向にバックスを振りまして、その裏を突く形でカウンターをかけようとしましたが、しかしこれも金沢食い止めまして、フォースダウンに変わります。福井スノースイーパーズフォースダウン11、パントフォーメーションを取ります。さあ金沢リターンに入れば、これはナイスタック。プレッシャーありまして大きなパントになりませんでしたが、しかしリターンをしようと選手を見事にカバーしまして、ハーフウェイ付近で攻守交代に変わります。金沢しかし優位な位置です。自陣49ヤードから攻撃に入ります。金沢ワイセンベルグ自陣49ヤードからファーストアンテン、入った。ランバック2番ハンドオフから左オープンに展開、巧みなランを切りまして約4ヤードのゲインに変えています。キャリア2番は多田です。本日非常に快調な足を見せています。金沢ワイセンベルグセカンドダウン7、ゴロゴロゴロ
ケイファースト。今度はパスプレーです。プレーアクションからクォーターバック8番、左に展開していた87番にパス、これを取りました。87番ディフェンス回る中、これを見事なステップワークで攻撃権更新しました。カナダワイセンベルグファースト。鮮やかなステップを見せましたのはカナダワイセンベルグ、87番の相澤でした。カナダワイセンベルグ相手陣29ヤードからファーストアンテ。これはナイスリカバリー。スナップ乱れ、クォーターバック後逸仕掛けましたが、これをクォーターバック何とかラニーバックに手渡す形に成功しました。2番これをアドリブに近い形で左オープン展開し、約2ヤードのゲインに変えています。このあたりは非常に巧みな、リカバリー能力でした。クォーターバック8番の江端、ラニーバック2番の多田でした。カナザーワイセンベルグセカンダウン8。クォーターバック、ここはスクランブルに転じました。ハンドオフをフェイクしパスを転じようとしましたが、ここでディフェンスのカバーよしと判断し、右オープンにランプレー切り替えました。緊急発進のランプレー、これにより約1ヤードのゲインに変えています。キャリア8番はただで、失礼しました、江端です。ここでホイッスル。先輩の後半戦、ここで金沢ワイセンベルグ後半1回目のタイムアウトを取ります。さあここでどのような策を講じたでしょうか。タイムアウト間もなく解けます。金沢ワイセンベルグ相手陣27ヤードからサードダウン7。パス不成功。ここで左に展開した87番にパス、ノーマークになってこのキャッチ成立すればタッチダウンというところでしたが、しかしこのパス確保できず、パス成功でフォースダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、金沢ワイセンベルグ10点、福井スノースイーパーズ0点。攻守方向を変えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。
さあ攻守の方向を変わりまして、これより第4クォーターに入ります。金沢ワイセンベルグフォースダウン7フィードゴートライ、キックによる3点を狙います。このキックはしかしそれましてフィールドゴール失敗、結果4回目の攻撃失敗という形で無得点で攻守交代に変わります。攻撃権変わりまして、福井スノースイーパーズに攻撃権変わります。金沢ここでフィールドゴール決めてさらにリードを広げるというところでしたが、しかしそれはならず、結果的に10点差のまま第4クォーター、福井スノースイーパーズに攻撃権変わります。さあ窮地しのぎました福井、ここでなんとか反撃となる得点を狙いたいところであります。ボールオン自陣26ヤードから福井スノースイーパーズファーストアンテ、ファースト。さあまずパスプレーから入りました。クォーターバック8番プレーアクションから右に展開していたレシーバーにパス、これをレシーバー見事にキャッチしまして攻撃権更新になっております。福井スノースイーパーズまず攻撃権更新になって自陣39ヤードからの攻撃に入ります。さあこのパスがその攻撃のリズムを作る一つの兆しとなるでしょうか。さあトラブル発生している。さあ大きなトラブルがあったかもしれません。現在審判団の判定を、今協議をしております。際のラインマンからバックスへのエクスチェンジ、ここでファンブルが発生しました。落としたボールはどちらが確保しても構いません。確保したのは金沢、したがってここで攻守交代になります。ターンオーバーによりまして攻撃権変わり金沢に攻撃権移ります。さあここで勢いに乗らんという福井、しかしここで大きな勇み足ありまして攻撃権を奪われる形になりました。金沢このチャンスをここから生かさんと攻撃に転じます。ボールオン自陣40ヤードから金沢ワイセンベルグファーストアンテ、パス不成功。金沢もパスから入りました。クォーターバック8番左に流れてワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、しかしわずかにパスタイミング合わず不成功になっています。金沢ワイセンベルグセカンダウン10、
さあランプレー入った。ラニバックは23番右オープン展開を図りましたが、これは福井も対応しまして、2ヤードのゲインに留めております。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。対応したのは福井スノースイーパーズ5番の大和のようです。カズはワイセンベルグ、サーダン、サーダン7。これは福井止めた。今度は左サイドにランを展開しまして突破を図りました金沢。しかしそれを福井ディフェンスフロントを踏ん張りましてフォースダウンに変えます。金沢フォースダウン7、パントフォーメーションを取りました。コントロールされたパントは福井陣6ヤード付近で外へ、8ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりまして福井に攻撃権変わります。福井はなんとか先ほどの状況を脱した格好になっていますが、しかし非常に厳しい陣地となっております。福井スノースイーパーズ自陣8ヤードからファーストアンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここで大きなプレーが出ました。クォーターバックパスによって一気に状況打開図らんとパスを投じたところ、しかしそれは金沢2番が抑えましてインターセプト、攻守交代になりました。攻撃権変わりまして金沢ワイセンブルグに攻撃権変わります。見事インターセプトしましたのは金沢ワイセンブルグ2番の多田です。さあ再び相手陣の絶好の位置からの攻撃に入る金沢、相手陣34ヤードからファーストダウン10。パス不成功。金沢パスから入りましたが、しかしこのパスは不成功です。福井もしかしそれを見計らってか見事にカバーしておりました。ここでホイッスル。現在チェーンにトラブルが発生したためレフリータイムアウトが入っております。このサイドラインのチェーンは10ヤードを実測するための重要なチェーンになります。このトラブルがありますとその攻撃の更新の位置を最速、実測することができません。この調整終わりますのでしばらくお待ちください。現在スライドの方でご紹介、ご覧いただいていると思いますが、北陸学生の各大学アメリカンフットボールが、現在さまざまな形で、キャンペーンを企画しております。
このギビングキャンペーンは各大学がそれぞれの部を通じましてアメリカンフットボールを含め大学の部活を支援するためのキャンペーンとして実施しております。叶いましたらこちらの方にあります QR コード等を確認いただきその企画の内容をご覧いただければ幸いです。さあ試合再開です。金沢ワイセンベルグファーストセカンドダウンテン、さあ中央行きました。キャリア3番密集点をすり抜けるように約8ヤードのゲインに変えています。ここは3番の田中が見せました。金沢ワイセンベルグサーダン3、密集点へランプレー、攻撃権更新ファースター、この3ヤードを金沢はランプレーで突破しました。見事期待に応えましたのは2番の多田でした。オフェンスラインも素晴らしい仕事を披露しましてこの3ヤード獲得に貢献しております。さあ金沢相手陣22ヤードからのファーストダウン点に入ります。ここで金沢はパスを投じました。満を持してというところですが、しかしこれは福井3番が見事にパスカット、パスを防ぎましてセカンダウンに変えます。鮮やかなカバーをしましたのは福井スノースイーパーズ3番の風織でした。金沢ワイセンベルグセカンダウン10、今度は24番にパスを投じました。外で展開した24番、そこから相手タックルを弾き飛ばし右オープンを展開しまして約4ヤードのゲインに変えています。キャッチアンドランいたしましたのは24番のカードでした。カナザワイセンベルグサーダン6、ナイスキャッチファースター、クォーターバック8番プレイアクションから中央切れ込んだ87番にパス、87番若干逆リードになっていたパス見事にキャッチしまして攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファースター、難しいパス見事キャッチしましたのは金沢ワイセンベルグ87番の有沢でした。さあ相手陣8ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールのシチュエーションに変わります。残り4回でエンドゾーン狙います。一気にいったタッチダウン、ここで金沢2番の総力にそのプレーを託しました。一気に左オープンを展開、2番そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン、金沢ワイセンベルグタッチダウンにより6点追加となっております。
そしてこのトライ4ポイントのキックも決まりまして1点追加、金沢ワイセンベルグ17点、福井スノースイーパーズ0点とスコア変わっております。これまで中央へのランプレーで相手を釘付けにする状況を取っていました金沢ですが、ここ一番でランニングバック2番の総力でこのタッチダウンを演出する形になりました。見事それを決めましたが2番の多田でした。その得点を挙げました金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開となります。さあしかし福井スノースイーパーズ何としてもこの残り時間かけまして逆転を図る攻撃を展開期待したいところです。その意味でもこのキックオフリターン注目しましょう。現在スタンドでは感じませんが、どうやらフィールド上かなりの風が吹いているようです。ボールの位置を確保するためにホルダーの設置を審判義務付けました。このキックサイドラインを割りまして反則となります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームはボールが出た位置から5ヤード前進した地点の攻撃か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは30ヤードのペナルティとして自陣35ヤードからの攻撃を選べます。キックのアウトローバー金沢ワイセンベルグ5ヤードのペナルティキックを蹴り直します。福井は5ヤード下げて再度キックオフを蹴らせることを選択しました。さあ下がりまして再度金沢ワイセンベルグキックオフに入ります。キックオフ地点は自陣30ヤードに変わっております。さあリターンに入る福井、しかしこれは金沢のカバーよく結果的には福井自陣10ヤード付近からの攻撃になります。かなりいいキックだったためエンドゾーンに入るかと思われましたがその手前でボールが失速しました。このためタイミング崩れたリターンになった形で自陣の厳しい位置からの福井攻撃に変わります。失礼しました、自陣5ヤード付近からの攻撃です。福井スノースイーパーズ自陣5ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。まず福井パスから入りました。プレイアクションから中央切れ込んできたレシーバー、このパスを見事キャッチしまして攻撃権更新になっております。福井スノースイーパーズファースター。キャッチしました選手の番号が確認できませんでした、申し訳ございません。しかし見事なプレーでした。福井まず窮地を脱する形に成功しています。
福井スノースイーパーズ自陣18ヤードからファーストアンテン。インターセプト、ターンオーバー。失礼しました、カメラが振られまして、このボールを見失いました。しかしここでプレーアクションのパスを投じましたが、福井それを取ったのはしかし金沢0番、インターセプトにより攻守交代となっています。攻撃権変わりまして金沢ワイセンベルグに変わっています。見事インターセプトしましたのは金沢ワイセンベルグ0番の田村でした。金沢ワイセンベルグ相手陣25ヤードからファーストアンテン。さあまずランプレーを投入。キャリア23番右オフタックル付近につきまして約1ヤードのゲインとしています。カナザワイセンベルグセカンダウンナイン。さあ再び中央のランプレーを展開しました。キャリア23番左に振りましてランを展開しましたが、これを、福井スノースイーパーズ71番立ちはだかりまして、このランを阻止しサードダウンに変えています。対応しましたのは71番の服部でした。しかし中で止めた格好になっていますので時計は回り続けております。金沢おそらくイートザボール、ボールを食らい尽くすように時間を奪い取る選択に、戦術に転換しているようです。金沢サダンナイキュービーサード。ここでパスを投じようとしましたが、そこに金沢福井のディフェンスに殺到しましてキュービーサード、パスを投じる前にしためこのプレーを阻止しています。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。さあ2ミニッツウォーニング間もなく解けまして、これより試合再開となります。ここでホイッスル、チームタイムアウト、福井スノースイーパー後半2回目。ここで福井が後半2回目のタイムアウトを行使しました。本来ならば攻撃のために確保したかったタイムアウトですが、ここで確認のために再度タイムアウトを使いまして状況の再確認をいたします。
タイムアウトを解けました。試合再開となります。カズはワイセンベルグフォースダウン18パントフォーメーションを取っています。カズはリターンを避ける低いパントを蹴りまして、福井陣15ヤード付近で攻守交代としています。攻撃権は変わりまして福井スノースイーパーズに攻撃権変わります。さあ福井としては何としてもここで何とかタッチダウンを上げたいところではあります。非常に状況は厳しいですが自陣15ヤードから攻撃に入ります。ここで反則発生です。イエローフラッグが投じられています。交代班福井スノースイーパーズ5ヤードのペナルティー1ターンを追加します。オフェンスに交代班の反則がありました。中に12人いる状態になっておりました。5ヤードバッターしファーストダウンやり直しとなります。福井スノースイーパーズ自陣10ヤードからファーストダウン15。さあここでジェットモーションスイープを展開しました。一人だけ動かしていていい選手を真横にモーションしまして、そこから一気にトップスピードにして左オープンの展開を図りました。これによって約、8ヤード近いゲインを奪っています。さあこれが突破口になるでしょうか。福井スノースイーパーズセカンドダウン7。しかしその状況金沢は襲いかかりましてキュービーサークパスを投じる間に仕留めまして大きなロスを奪っています。ここでホイッスル。チームタイムアウト福井スノースイーパー後半3回目。ここで福井後半最後のタイムアウトを使いました。福井としてはこの状況でタイムアウトを使うのはある意味無念かもしれません。しかしまだチャンスは残っています。残り時間30秒のサードダウン12の状況になります。福井スノースイーパーズサダン12。プレッシャーを浴びながらクォーターバック左に逃れてなんとかパスを投じて突破を図りました。しかしそのパスを取ったのは金沢9番インターセプトにより攻守交代となりました。攻撃権変わりまして金沢ワイセンベルグに攻撃権変わります。
カーザー・ワイセンベルグファーストダウン2ゴール。相手陣残り3ヤードの状況になっています。さあクォーターバックが来ました。オプションから中央切れ込みましたが、そしてエンドゾーン飛び込んでタッチだ。クォーターバック8番、ここで中央切れ込みまして見事タッチダウンで、このプレーをタッチダウンしております。ここで本来ならトライフォーポイントですが、この権利をしかし金沢放棄しまして、ここで試合終了となります。試合終了となりまして、金沢ワイセンベルグ23点、福井スノースイーパーズ0点、金沢ワイセンベルグ勝利となって、でこの試合は終了する形となりました。スコアの方が変更ありましたか、あるいは最後のプレーがタッチダウンとしては認められなかったか、いずれかが今のところ分かりませんが、金沢ワイセンベルグ勝利は確定となっております。スノースイーパーズ奮闘虚しく敗戦という形になりましたが、しかし今後につながる見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。本日はご声援ありがとうございました。金沢見事にこの試合勝利しまして、さらなる甲子園、オーシャンボールトーナメントスマンという素晴らしい戦いぶりでした。福井もそれに続かんとする素晴らしいネットでした。ナイスゲームでした。北陸において、奮闘しております金沢と福井の対決、素晴らしい一戦となりました。結果的には一日の長あります金沢がこの試合を制しまして、オーシャンボールに再び挑まんとするその一つの鎖を打つ形に成功する形になった一戦でした。しかし福井にもこれからも奮闘の兆しがある、そのような戦いぶりでした。特に、北陸学生に参戦かなわなかった福井大学の選手たちが奮闘する姿は撮らせていただいて、私も非常に胸を打つものがありました。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者がつけるかもしれません。あるいは地方にやってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、
あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが現れ集い、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに読み尽くすに至らなかったこの社会の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さてこの試合は果たしてその物語の何ページ目にあった物語でしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は北陸社会人アメリカンフットボール、そして北陸学生アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。その配信を実施いたしましたのは私道楽エリシェでした。この後に行います、北陸学生の一戦、富山大学ファイアブルス対金沢大学エバーグリーンの一戦も続けてチャンネルサイトを変えまして配信させていただきます。その機会までお待ちください。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。